今日は先制しながら勝てないという悔しい試合となりましたが、振り返っていかがですか。まあ、やっぱりこっちの方がチャンス多く作ってた中で、向こうの方がチャンス少ないけどそこをものにされて、でこっちは逆に得点するチャンスで得点できなかったっていうのはやっぱりチームの課題かなと思います。まあ、特に失点が目立ちますけれども、まあ、そのあたりこう改善をどういうふうにしていけばいいですかね。やっぱり1点目はやっぱシュートを打った選手に誰も行ってないだったり、やっぱ時間与えたらやっぱああいういいシュート打たれるし、2点目はやっぱセカンドボール、セットプレーのセカンドボールなんで、そこの反応を早くするだったり、まあ、やっぱそれぞれが課題を感じてそれをチームに持ち込んで、そこを練習でみんなで合わせていくっていうのが大事かなと思います。まあ、そして内田選手自身は前々節の岐阜戦に続いてインパクトを残した試合となりましたが、まあ、個人的な手応えはどうでしょうか。は、まあ、運よく点取れましたけど、やっぱ一番のそのアピールというか、あれやっぱ勝利なんで、やっぱ勝利できてないっていうのは非常に悔しいですね。まあ、じゃあ次は勝利につながるプレーをというところですが、どのように残りの試合貢献していきたいですか。やっぱ出たらやっぱ得点に絡んでいきたいですし、自分の持ち味をどんどん出していく中でチームのその守備面だったり、そういう勝利に貢献できるように頑張っていきたいし、やっぱサポーターも今日も雨の中多く来てくれたんで、やっぱサポーターのみんなと勝利を分かち合いたいですね。もうそして最後までプレーオフ圏内を争って大混戦となりそうですが、どんな気持ちで戦っていきたいですか。はもう一戦一戦勝つしかないですし、まあ、やっぱりこの勝負どころでこのチームはちょっと勝ち点が取れてない時もあるんですけど、まあ、ここでちょっと踏ん張ってしっかり勝ち点取っていきたいなと思います。ありがとうございました。